ビストロシャイニーです。今ですね、今後飲食店を出すにあたりまして、いろいろな商品開発というか開発してるところです。あ、飲食店出すんですか？出します。いや、断言してますけど、はい、聞いてないですよ、そんな話。あ、本当ですか？はい、まだ言わないでね。いや、まだ言わないで、はい、みんな知ってることになってますけど、はい、でちなみに今から作るものっていうのは、今夏じゃないですか。はい、夏何が必要でしょうか？夏、あ、塩分じゃないですか。まあそれもそうなんだけど、もっと大まかな。大まかですか？夏暑いじゃないですか。はい、涼しさが必要です。だからパスタもね、はい、冷たいパスタが出る時期なんですよ。あ、はい、そうですね。ということで今日は冷製パスタをご紹介します。でこれもトゥーザハーブスで働いてた時にの、まあ、インスパイアされてます。正直元気が出る。これがやっぱりテーマになってきますから。はい、元気出るんですか？元気出ます。マジですか？はい、大橋です。コテジジで、はい、コテジジでいきましょう。はい、じゃあまあ具材紹介です。はい、こちらです。これですね、これですね。まず半額の生ガツオ。これも半額のものをあえて選びましたんで。なんでですか？やっぱり、ね、熟成されるんです、少し。いや、そんなことないです。絶対鮮度落ちてるだけじゃないですか。まあ、これちょっと生、はい、っていうことで、まあ、安い方がね、いいですか？そうです、こちらの安いものと、はい、アボカド、はい、こちら肝になってきますから。あ、そうですか。はい、こういう生魚とアボカドっていうのはすごく相性がいいんですね。で、これ必ずセットで。で、シーソー。シーソー。シーソーでございます。せめてソーシーじゃないですか。シーソーでございます。シーソー、シーソーになっちゃいますよ。はい、シーソーも、やっぱり夏すっきりした香りね。で、半分はペーストに使って、もう半分は最後振りかけるような形です。こちらの、サラノリ。サラノリ、はい、こちらはですね、海苔のことを言ってるんですね。いや、大丈夫、わかります。それは、はい、これは海苔ですね。はい、これの海苔を千切りしたものですね。はい、こちらも使いますと。はい、で、わさびと醤油とオリーブオイルで、これパスタソースみたいな感じ。だいぶ和風じゃないですか。かなり和風になってますね。はい、で、トマトでさらに元気を増すと。はい、元気増し。そして最後に使うのがこれパスタなんですけど、はい、一番細いパスタね、カッペリーニってあるんですけど、はい、ちょっとフェデリーニっていう、まあスパゲッティーニと、要するにカッペリーニの間、これフェデリーニってやつがいるんですけど、いやつ、はい、まあ、要するにだからその、はい、イタリアのボディービルダーですか。まあクラシックフィジークって感じ。そうですか。うん、フィジークがカッペリーニだとしたら、はい、これフェデリーニちょっとサイズアップして。ああ、そうなんですか。でフィルヒスになると、はい、フィルヒスぐらいになるとリングウィーネ。あ、リンギ、リングイーネですね。リングイーネになっちゃうから、はいはいはい。これ1.4mm。これ 1.4mm です。かなり細いですね。シャーペンの芯よりちょっと太いぐらい。シャーペンの芯は 0.5 とかなんで、もっと細いです。はい。じゃあこれを使って何ができるかっていうことでやっていきたいと思いますから。いや、冷製パスタって言う人じゃないですか。はい。アイアム、シャイニーアザニー、レッツゴー。レッツゴー。例に従ってこう全部電子レンジでまたパスタも茹でるんだけど、はい、それをやってる間に全てを完了させます。おー、はい、はい。マジシャンみたいですね。マジシャンっす。これ、何の変哲もない。リングイーニ、リングイーニ、フェデリーニ、フェデリーニ、こいつをおもむろに掴みまして、これで約 150g ぐらいで、あ、長いやつ、はい、これはまたリンクかな、リンク行きですね。とにかくガスコンロが1個しかない人はこれ買った方がいいです。これだってなかなか売ってないですよ、実は。なかなか売ってないですね。細長いやつ、ネットで、で、ネットを出してください。ネット、ネットで、ネットを出してください。ネットを、はい、ネットをリンク買った方がいいかな。ネットのリンクないです、はい、結構うち熱くなるから。あ、言ってましたね。これも50度ぐらいとかになるんで、普通なんないですけどね。下になるんですよ、でも熱い方が。ひた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 で、これでスパゲッティーニだと10でいくんで、マイナス3分ぐらい。7、レッツゴー、レッツゴー。アイムユーキーアザミ、レッツゴー。こっからもうタレ作りから始まるんですけど、わさびおもむろ、オリーブオイルは 20g ぐらいかな。で、醤油はね、後でまあ味見ながらになるんだけど、はい、やっぱ俺はね、基本的にこれおすすめします。なんすか？鮮度を持つやつ。ああ、いいですね。こっからもうこれ、もうこっから技術のご勝負で、これもうね、ダイスカットっつって、はい、ダイスカットしてみます。これがね、ちゃんと熟れてないやつ買ったら地獄なんで、しっかり握って、柔らかいやつ買ってください。おお、綺麗綺麗綺麗。久々にアボカド。おお、すごい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 。これも食っちゃってください。危ないですよ、浅井さん。これ真似しちゃダメだし、しかも。真似しないでくださいね、絶対に。おい、来たろってやっちゃうから、これ。そんな目玉でかくないですよ。そっか。はい、分かった、今まで。分かりますよ、目玉ないですよ。そう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 。来たろっていうやつ、絶対目玉ないしかいないですから。あいつ
つは本当に妖怪もうどうしようもない妖怪だそうなんですか。ああどうしようもない妖怪なんですか。どうしようもない妖怪ですよあいつは。妖怪っていうのはいろんな説があるんだよ。はい、カッパーだとか、カッパね、六六首だとかあるんだけど、はい、あ天狗とかね。あ天狗ね、うん。天狗だったらさ、東洋人を見たとき、あ天狗やないかいっていう。あじゃ あ, あれですよね、西洋人のところですね。そうそうそう、西洋人を見たときに、それありましたね、なんか。可能性あるね。ちょっとやめてよ、妖怪の話なんて。怖いじゃないですか。妖怪の話は、まあ、そうこうしてるうちに、これすごいですよ、浅見さん。綺麗。これもトゥーザハーブスでたまものだよ。そうですね。でここはね、ぶっちゃけもう使わないで、これ。端っこは使わないで、うん、端っこ食っちゃう。うん、あと3分半。ああ、もう余裕。しそう。そうじゃないです。もうタレに入れちゃってください、これ。あ、もう入れちゃうんすか。うん、いや、パスタは早めに湯がいちゃっても冷やす時間があるんで、あ、そうなんですか。はい、全然大丈夫なんで流水で一回洗います。はい、で半分はね、飾りで、もう半分はね、ペーストに使うから。あ、ペーストに使うんですね。うん、で、これくるくる巻いて細切り、刻み海苔と同じサイズ。はい、はい、こちらで大丈夫です。これはもうこのまま後で。あ、いいですね。で、ペーストと言いましたね、私いましたね。はい、ペーストにこの3つ使いますから、これはもう再利用しますから。2つですよ、うん、でやっぱりうちはね、得意技があるんですね何でもペーストにしちゃうからあ、これもですか。そうです。マジっすか。これも何でもペーストにしてしまいますから、ちょっと醤油垂らしていただいてですね、でちょっとオリーブオイル足しましょうと。ちょっとだけね。いや、これすごいな。はい、いいが、絶対に目を離すね。あっという間だからな。はい、カツオあれお父さん、これカツオになっちゃうわけです。はい、なっちゃいましたね。で、これカツオって結局ペーストにするとすごい旨味が増すんですよ。はい、あのネギトロと食べたことありますよね。マグロ2倍の味するじゃないですか。あ、確かに。なめろうとかね。そう、はい、だそれはもうこういうことなんですよ。こういうことですね。はい、これはペーストですから。で、まだほら見て、パスタ余裕でしょ。あと1分ある。だから7分でできちゃうのよ、こんなもん。すげえ早いですね。だからそれを顔にしているのがこいつです。フードプロセッサーですね。はい、こいつです。これ氷水。あ、下に氷が入ってるんですか。あ、今できましたね、パスタ。ちょうどできました。ぶっちゃけ今全部計算通りだから。マジっすか、うん、恐ろしいな。いくで、これもバーッとおお切りまして、こんなパッて入れちゃって。あ、入れるんですね。はい、こちらでもうこのようにですね。で、もうあと水を切るんだけども、油入れたでしょ。油入れましたね。油と同じ量の水を残してほしいんですよ。あ、じゃあちょっとだけ切りすぎないって感じ。そう、こうじゃないとね、乳化しないんで、ボソボソになっちゃうんで。あ、もうこっち入れちゃうんですか。はい、こっちですね。で、あとはこう混ぜていただいて。おー、すごいすごいすごい。ボウルで持ってね、ボウルで持って混ぜて。ボウルで持って、はい。まあ、この時点で、ぶっちゃけ完璧。で、これをもう一個お勧めしている理由が、入れすぎないっていうところですね。ちょっとずつ出るんで。味見しつつ、味見しつつって感じですね。そう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 。まあ、ぶっちゃけこれでいいと思う。いいっすか。フリスビー型のお皿、これのやつ。フリスビーで、まずこちら持っていきます。え、もうこれほぼ完成ってことですか。ほぼ完成です。早っ。はい、ほぼほぼ完成となっております。で、これタレかけてあげて、しっかりこうね、最後にこれをこう乗せていく。で、海苔最後乗せるから。あ、こういう感じなんだ。そう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 。もうこれもうすごいことになるぞ、これ。結構たっぷりいっちゃってね、海苔は。基本的にこの前の和風カルボナーラ。そう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 、海苔はいいアクセントになるんで。できました。はい、カツオの冷製パスタ、素晴らしい。はい、あとあれじゃないですか、シソ。あ、そうだこれをこう改めまして、はい、元気の出る、シャイニーカレーです。あ、違う違う違う元気の出るカツオの冷製パスタです。カツオの冷製パスタです。完成です。完成、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあスマイル実食お願いします。ありがとうございます。いただきます。あ、すごいね、豪華だね。もう香りがね、いいですよ。シソの香りがきますよ。じゃあいただきますね。はい、おー、すごいすごい、ネギトロみたいですね、ほんと。そう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 、カツオでね。はい、じゃあこれ絡めてくださいと。はい、うん、めっちゃうまい。うまいでしょ。さっぱりしてる。さっぱりしてるでしょ。
カツオのね、要素が強いですね。ちょっと自分心配したのが、生臭いんじゃねえかと思う。ああ、いやいや、シソ入ってるから。シソですね、これ。シソすごいな。うん、マジでうまい。夏にぴったりでしょ。ぴったり、うん、今の時期ぴったり。これお金ある人はいくらなんか乗せるといいかなって。ああ、そうですね、うん、ところですね。カツオ感すごいな。カツオ感すごいでしょ。カツオって感じでしょ。カツオ、これ磯野くんって感じでしょ。花澤さんですね、うん、はい、野球やらないかってそれだったっけ。中島ですそう、中島だこれね、ほんとサザエさんだねイクラちゃんでもいいって。イクラちゃんも入ってた。イクラちゃんいてもいい、うん、ノリスケさんもいて。ノリスケさんいるね。シソスケさんもいるから。シソスケさん。夏はやっぱ冷製パスタかな、俺は。うん。うん、まあ、ほんとうまい。正直ね、初めて冷製パスタって聞いたときに、矛盾だろうと思ったのよ。固定概念がすごかったから、パスタの。だから、冷やし茶漬けみたいなもんじゃないですか。そうそうそう、まさにそれ。うん、で、もう、あ、食べた瞬間に、あ、こういうことかと。はい、そうですね。すべて分かった。まずはね、やってみてほしいんですよね。いや、これ本当美味しいですよ。美味しいでしょ。これ酸味は何ですか。トマトかな。酸味トマトです。あ、はい。酸味がまたいいです。そう、トマトも入れてほしいんです。はい。トマトないとこれダメだ。で、カツオも夏だし、トマトも夏だし、シソも夏だし、うん、全部これも季節のもんだから。うん。裏切り者はアボカドだけ。あと全部夏のもんなんだ。でもアボカドっていい感じがしますよ。そうでしょ。これアボカドないとね、また足りないの。栄養素的にも脂質が足んないから。ああ、そっかそっか。夏来た感じだ。うん、ゾーン聞こえてきますよ。何つ。うん、うまい。簡単にできるからね、これ。今だって俺が作ってるの見て簡単だったでしょ。めっちゃ簡単。しかも7分ですよ。そう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 、時間がかからない。はい。あとこのトマト、あ、すみません、パスタの茹で具合、はい、もう完璧ですか。完璧でしょ。やっぱり締めるんで、結構キュッと締めるんで、はい、細麺でも、まあ、そんな極端に短くしないでほしいんですよ。うんうん、で、あの、茹で上がった時の硬さと、冷やした時の硬さは全然違うんで。あ、そうなんですか。はい、かなり硬くなるんで、はいはいはい、結構伸びちゃったかなってぐらいで、実はちょうどいいです。うん、はい、夏らしい料理で。まあ、久々にビストロシャイニーできてよかったよ。ずっとこれ温めてたからさ。そうですね。冷たいとはいえ。ああ、うまいこと言いますね。座布団1枚ですよ。座布団1枚。はい。あざーす。熱くなる気持ちは分かるんですけど、まあ、ちょっと抑えて料理をするって感じですね。冷静にね。はい、うん、座布団半分かな今。そうっすか。期待大悟ですよ。期待大悟。スポルティックでお会いしたんじゃないですか、期待さん。はい、もうほんと優しい。そうでしょ。あそこまでバリクがあると、はい、もう優しくなるんだろう。確かに。うん、今度だから、ぜひ北井さん。そうっすね、レジェンドバーベキュー。あ、バーベキューですね。レジェンドバーベキューと称して、はい、いろんなレジェンドの方々をお招きしてですね、うん、バーベキューやりたいですね。誰がいいですか。まあ、できればですけど、近藤健二さんですかね、やっぱ。ああ、遊びは好きですね。はい、あと、スエさんとか。うん、あとは、まあ、シンクの方で言ったら、やっぱり、その、佐藤さん。長佐藤さん。長佐藤さんね。とかですかね。誰がいますか。自分ですか。影響を受けたボディビルダーの方は影響受けてないですよ、ボディビルダーの。あ、そっか。そうこうしてるうちにあれですよ、もう食べられます、どんぐらい。そんなに腹いっぱいになんないでしょ。うーん、腹いっぱい。いやいや、まだまだ出るからね、今日は。なんかあるんですか、この後。え、この後だから行っちゃっていいのかな、これ。はい、シャイニーカレーが待ち受けてますから。わかりました。で、次回こうこう期待じゃないですか。次回こう期待大悟ですね。やべえ、ミスった、言わないと。そこで次回大悟でお願いします。次回大悟で、次回大悟でお願いします。はい、じゃあ今日は冷製パスタ食べてもらったんだけど、はい、可能性広がったんじゃないですか、パスタの。もうなんか概念覆りました。料理っていうのはとにかく正しいってのはありません。どん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 発想をですね、豊かにしていただいて、どんどん料理していただいて、はい、健康的になっていただきたい。とにかくこれを伝えたいのが、ビストロシャイニーであり、今後の私の、店舗展開の感じになってますから。店舗展開考えていると。はい、はい、もう店舗展開考えております、はい、2020年までに500店舗あれ、そんなこと聞いたと。まあ、そうですね、フランチャイズで、はい、あ、そうですね、はい、増やしていきたいんで。ということでですね、シャイニークッキング久々にやらせていただきましてすげえ楽しかったです
すげえいい番組ですね、これ。すっげえ楽しかったね。はい。だからまあ、次はね、カレーじゃないですか。カレーですね。はい。はい、今後だからどんどんやっていきましょうよ、ちょっと。そうですね、カレーも、もっともっとバリエーションあるんで。怖い怖い怖い。パスタも。パスタもまだまだあるんで。はい。やっていきたいと思いますね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。またりー。